日渡り城は、現在の熊本県山賀敷区下町下、内田日渡りにあった追記年代不明の丘城。江戸時代の柳川藩市、内田氏の系図では、文後の戦国大名、大友氏のもとに亡命した相良氏所流、内田氏の日護国での居城とされているが、日護国氏あるいは、日本歴七名体系では、熊部間、または猿海市城である長野城と混同されている。城跡は、 木の川に挟まれた小規模な絶頂大地の標高140メートル、日渡り集落から50メートルの高さにある。城跡の正寺城山には、山と言われる長さ25メートル、高さ5メートルの土塁や小規模な土塁があり、城山と掘り切りを挟んで、古城と呼ばれる車がある。城山北の発端畑が二の丸跡と言われ、土手の口という土塁がある。城跡周辺に、 大手や絡め手の小技が残る。教宝八年に編集された柳川藩教宝八年藩史系図の立花道節や立花宗主家の重臣である内田鎮次、内田鎮家の子孫にあたる内田氏の系図によると、道家は代々被護国山賀郡内田村の日渡り城主であったが、分岐年間に没落して大友氏の被護を受けたとしている。なお、道系図では日渡城は、 内田宗むより以来の居城としているが、成立年不詳の、ひご国産北西安で来い指導碑文では宗ねよりは、はじめ山ま氏を称したとし、内田氏一族の居城は、山の意義、若宮城と言われ、日渡り城については、触れられていない。日渡り城主の内田氏と、山の意義、若宮城主の内田氏との関係は不明。 肥後国史では、熊部地下長か家人と大を守る氏族長野城代に、聖、李族は日渡りの城というとあり、肥後国史あるいは、日本歴史名体系で、長野城と日渡り城の近道が見られる。また、天明8年頃観光の森本はじめ随の著書、古城港では、李族、氏も長野城とうとあり、東城の南東250メートルに位置する氏も、長野城と近道されている。 日本歴史知名体系によると、木内の井戸に、落城の時に投げ込まれた金の茶釜が埋まっているという伝承があるとするが同省は、日渡り城と長野城の近道もあって審議は定かではない。なお、日渡り城跡内に井戸の遺構自体は存在する。ありがとうございます。